はい、おはようございます。今回2度目のピア1でございます。いいよね。いや、それでいい。いや、まだね、印刷示しすぎましたよ、私は。何これ、今日外で降ろされました。今3時59分です。ケイタ、あのさ、ホットドッグみたいなの買いたくね。これ開かないのかな。でも今みんな入ってるってよね。開けてみて、押してみて。は？こっちからだって。こっから。Hi, good morning. Good morning. Hello. Hello again. ここに車入ってきてほしかったんだけど、ダメだった。これがピア1でございます。あ、平和だよ。やっぱさ、チケット印刷してると誰にも払われなくていいかもしれないね、ヒート。お、あれはロングフィンじゃないか。なんかここさ、ほら、ボホールとかさ、ファングラウ行けるからさ、いいと思う。はい、ま、今日はね、約5時間かかるのでお待ちくださいね。アゲイン、アゲインっすね。やっと開きました。4時15分。やっぱ本当に1時間前、出港の1時間前しか開かないです。なんかターミナルフィーとか払うんじゃなかったっけ、フィーと。ほら、ターミナルフィー25ペソを払います。ここで今日はね、なんか結構寝たから調子いいっす。Japanese? Yeah. Ikayamoto. Bila mo lima? Niwatori jang hita are. Hita? Yawa ka na? You eat. Thank you. Can you? Can you? 保安検査所がありますね。懐かしい。鶏の後行った目的、こっちでよくね。鶏いるんだけど、マジで。鶏頭蓋骨。鶏見えてます。今日はうちら住宅じゃないから、でもチェックインじゃんね。あっちがラッキージ、ラッキージ。こっち人、どっか行って、適当に。前行って、右前。こっちだね。はい。鶏。マジで？ピクピク動いてた。もう人生で何度乗ってるんでしょ、このオーシャンジェット。でもママさ、四季折までオーシャンジェット行った。5ホールで乗り換えだからね。はい、いや、マジでなんか私さ、召喚されてると思うの。四季折、四季折って魔女がいる島なんだけどさ。モーニー、四季折、ゲートナンバー8。ゲートナンバー8です。なんか私呼ばれてると思うわけ、四季折島に。なんかあの魔女の島ってか、いろんな古くからこう語り継がれてる時、結構スピリチュアル系な島なわけで、それを急に行くことに決めて、まあ船は往復1万7000円ちょっと、まあ1万8000円ぐらいかかるんだけど、まあでもさ、なんかこの船乗り継がなくていいんだって。はい、それを言いたかっただけです。ひーちゃん、はい、またお決まりのミュージックたちとともに一緒の人やね。ホットドッグ買ったんだけど、60ペソもしたぜ。高くない？
doon sa connecting flight, so also 29 hours. Yeah, also same seat. Okay. How many hours? 5? 11 o'clock. 8 or 9. 行きましょう。ニューヨーク、神風地だったら乗り心地はすごく悪いですが、慣れれば大丈夫です。はい、今5時20分出航しました。今買ったホットドッグを食べます。まだ暗いね。なんか絶対寒くなるよねっていう感じの風が吹いてきて、はい、どうなっちゃうんでしょうか。今日も揺れないでいいね。こないだ揺れなかったし、フィリピンってなんか島島々じゃん。なんか揺れなそうだけどね。油断はできない。寝ましょう。皆さん、こんなにおりますか。キーホルトはやはり選ばれた人しか行けないんじゃないでしょうか、ヒーさん。ちょっと、いろいろスピリチュアルだからね。はい、今7時14分でございます。今ね、ダグミラン、あのパングラをボホールのとこの船、港にこの間来たとこね、着いたんだけど、下船率 99% じゃない？降りすぎだろ、みんな。なんか、本当になんか9割降りるって感じかな。このままうちらはスキュールまで行くんだけど、もうほぼ降ります、皆さん。天気悪すぎ。しかもさ、ねえ、ここパングラ売ってたじゃん。うん。でさ、あと何時間くらい？あと2時間じゃない？帰るくらい。あと2時間半、うん。ね、マジで寒い今日の日が冷凍庫だよね。いや、これは昔からの冷凍庫、前回が多分あったかすぎたんだと思う。真船のトルサが一回食べます。ごめん、なんか搭乗率少ないとか嘘ついて、今いっぱい乗ってきますね。ね、かなり乗ってくるようでございます。全然、あの人、あのシート、あのほら山のハイキングの時使うクッションシート、うちのシート天才。めっちゃいいね。分かってるね。分かってるね。あと探しかなきゃいくんじゃない。じゃあこの席が痛いっていうのは分かってる。天才。いいね。いや、マジで痛いよ。もうね、寝たら痛いわ。起きてた方が痛くないわ。はい、私たちは魔女探しに行きたいと思います。